田駅に多分普通のコミュータートレインっていうのが入ってきたんですけども、いつかあったよね、787系だっけ、あの特急電車の上に架線をチェックするのがついてたの。これ多分営業車両に架線をチェックするのがついてて、架線をチェックしてるかどうかわかんないけど、とりあえず LED ランプが架線を照らして多分カメラで撮ってると思われます。こっちにも一番端にも LED のカメラがあって、ここに2個見えてて、多分これだけで、全部架線を照らしてカメラで架線のチェックを営業車両でやってる。前の動画、ずっと前の動画で多分特急の列車の上にその架線チェックのやつが乗ってるのを上げたと思いますけども、撮ったと思いますけども、普通列車の営業列車の上にも架線のチェックのやつがついてるんですね。でこれが行きながら全部見てると。で架線チェックをわざわざ別便で走らせるんじゃなくて、こうやって普通の列車に乗せといて全部チェックしてしますよと。まあ効率化という名のこう多分政策というか施策でしょうね。まあやっぱり別便で走らせるとなるとコストもかかるんで、営業列車でやっちゃえばいいじゃん。なかなかまあいいアイデアだと思います。で架線チェックのやつが出ていきました。こうやって営業列車を運行しながら同時に架線のチェックもすると、そういう話だと思います。やっぱりコストカットをいろいろ考えると、こういうところはまあ微妙なところですけど大切ですよね。やっぱり頑張って JR 九州、白いコミュニカルトレイン、何系だっけ、忘れた。まあまあいろんな車両が、やっぱり JR 九州は車両が特徴的ですよね。4番乗り場